どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは。ケリーです。デソレイト、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ポジェンカ。ここですね。こっから、地下のトンネルですね。トンネル入って、ポジェンカ。で、重要な文書ですね。エレアノーラさんに頼まれた文書を入手して終わったところ。で、次の目標、次のメインミッションがエンジニアさんですね。エンジニアさんが、どうやらゴロツキさんに、ちょっかい出されてるらしいので。で、奥さんの形見のペンダントを、もう取られちゃったらしいので、それを取り返してほしいっていう依頼があったんで、これやりたいんですけど、その前に、まずはサブクエストですね。で、このゴーランアルファですか、これはまだこれからですね。で、この辺は、あと報告するだけなので、ちょっと報告しに、まず、行ってみますかね。これでレシピもらえたら最高なんですけど。レベル上がって、ああ、レベルだけか。次は人口抑制、ミディアムと植物の標本。ドルグが2匹、ゴーラン2匹。野生の芋とクリフキャップ。クリフキャップ確か。よし、クリフキャップ取って、さすがに芋は、芋はないですね。あれ、これなんだろう。あれ？多分これなんか経験値の他にアイテムをもらってるような気がするんですけど、気のせいかな。よし、では、これですね、ゴーランアルファ。あんまり戦いたくないんですけどね。攻撃性がおそらくないモンスターなんで。場所は？ここですね。じゃあこの近くまでちょっとカットで向かいたいと思います。はい、ということで、カットでですね、近くまで来ました。で、ゴーランアルファを殺し、角を集める。これまた夜、早速あれ、ゴーランアルファ。これっぽいですね。すまない。ごめんね。あ、死なない。あ、で、ゴーランも確か倒さなきゃいけないんですよね。
あ、いた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 。よし。あ、すっ、消えちゃった。ゴーランアルファ。あら。ゴーランアルファの角。角？あれ、角ってこういう感じでしたっけ？あれ？まあ、記事をなまじって読んでしまう私が言うのもあれだけど、あれ？合ってる？まあいいや、これ取って、トルグ2体、野生芋、じゃあそうですね、これを報告しに行きますか。じゃあここもカットでまた、オアシスまで戻りたいと思います。はい、ということでですね、カットで生物学者さんまで戻ってきました。で、道中で他のサブクエストですね、ドルグ2匹倒して、これも報告するだけで、これも野生芋見つけて、これも、もう届けるだけですね。これでまたなんかレシピもらえれば、新たな作成用設計図はなし。次が、超音波、チュラカ。チュラカってあれですね、変な鳴き声する、すぐ逃げちゃうんですよね。これもチュラカと、ゴーラン2匹、クワッカー3匹、サプシー、グラッチ、クッキー、大麦、まあ水はまあすぐ見つけられるとして、大麦とクッキーですか。うん、じゃあこれはまあまた録画外で集めるとして、ではエンジニアさんのクエストですね。セクター F5 でマローダー、確かレイ1ですね、レイ1ですね。はい、ではまたここもカットで近くまで行きたいと思います。はい、カットでレイ1の近くまで来ましたね。ちょっとここにチュラカいるんで、確かチュラカ、これですか、チュラカの生態を集める、これもちょっとやっときたいんで、ちょっとチュラカを倒してからですね。ちょっと倒して。あ、いた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 、いるいるいる。あっ！一匹、あ、いるいるいる。はい、あと1個、あ、いた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 、くそ、逃げ、危ない、では、レイ1に行きますか。
マローダーの一団に対処し、ペンダントを手に入れる。結構いますね。大体倒しましたか。あ、これだ。ペンダント取って。で、エンジニアさんに返せばいいですね。ここだ。よし。あら、こっち側から。よし。おう、グラッチさん。よいしょ。よかった、グラッチに会えて。グラッチは1匹だけでしたっけ？ああ、もう1体ですか。グラッチ、あと。よし。取り返してきましたよ、エンジニアさん。Here's your pendant. Yeah. Thanks. Here's your compensation. You didn't have to do that. That's my call, not yours. Take it. And take care out there. スキルポイント獲得。何もらったんですかね。Hello. エレアノーラさん。ポジェンカの被害者たちに関する記述は見つかっていない。ステーション。ステーション M2。セクター H5。 おそらく妨害を受ける。こっそり兵士たちをやり過ごして正面から戦いたいなら痛い目を見る覚悟みたいなこと言ってましたけど、なんかもらったんですかね。あ、
新しく何か作れるようになったとかではなくて、なんかアイテムもらったんですかね。ああ、何もらったかちょっとわからない。で、次の目標がスパイゲーム。エレアノーラはポジェンカで発見した文書を調査し、M2。その施設は今でも新たなる光の兵士たちに警備されている。そこに侵入し、なぜコングロマリットがその施設を重要視しているのか調べる必要がある。セクター H5。セクター H のここだ。ここは行ったことないですね。まだ黒いエリアなんで。ちょっと行ってみますか、このまんま。一回帰りたいところですけど。あ、ちょっともう一回エンジニアさんに話しかけて、なんかクエスト、スクラップ集め、パーツ探し、悪に裁きを。ラジオとアイロン、有刺鉄線、コンデンサ、ワイヤー、これもまあ、多分帰ればすぐ。マローダー、これはどこですか？どこでもいいのかな？じゃあこのままスパイゲーム行ってみますかね。はい、ということでですね、近くまで来ました。こっから先はですね、この辺をちょっと調べてないんで、ちょっと行ってみますかね。M2 施設への入り口を見つけると。外し、危兵士がいっぱいいるな。この奥ですかね。I heard something. まだいたか。これだけ？あー、ちょっと待って。
よし、じゃあ行ってみますか。どこに向かえばいい？入り口を見つけてステーションの中に入って。隠す。敵がいっぱいいそうな感じが。いやー、これ広いよ。はい、ではですね、ちょっとここ長くなりそうなんで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。